で皆さんこんにちは、りょうしょうです。今日は、新しいマイクが、ね、届いたのでそちらの、動画を作っていこうと思います。インドにいる時とかもねそうなんですけれども、今まで、よく使ってたマイクというのがここにもね今ついておりますけれども、このロードのワイヤレスGOっていうねマイクを使っております。まあね、YouTube されてる方であったりとか、動画を作っている方には、大変有名なマイクでして、まあ、ワイヤレスで音が大変いいということで評判な、ワイヤレスGOというマイクの今度はね2が出ました。その2をね、取り寄せることができまして、今手元に来ましたので紹介していこうと思います。これがねそうです、ワイヤレスGO2とねここに書いてあります。見づらいかな、アメリカの方で発注をしまして、B&H というね、サイトで、注文をしまして、そこから、日本に届くまで約1週間ほどでした。すぐね発送してくださいまして、そして、3月の2日に到着をしたということになります。ということで今回はねその中身、開けていったりとか旧型との違いというものを紹介していこうと思います。ぜひね皆さんのね参考になれば嬉しいなと思います。購入を検討している方、またね初代のモデルを持っている方で買い直そうかね迷っている方の参考になればなと思いますので、ぜひ、見ていただけたらと思います。じゃあ始めていきますね。はい、じゃあ実際のね、内容物を見ていこうと思います。もうね箱から出してます。で、まあ箱があって、この左側この白いのここの中に3つ収められています。後で外しますね。そしてケース、前まではねこれの半分ぐらいでしたね。今回はこれの倍の長さになってます。素材とかはね変わってないです。ちょっとこれ開けづらいですけどね。で USB-C のケーブルが3つ、そしてこれねカメラとつなぐ赤いケーブル、これが1つで、これモフモフも3つ、そしてこれね説明書これだけです。ペラペラで、ここにねちゃんと日本の技的マーク書かれておりますので使用することができます。これがね今回の内容物になります。はい、じゃあ今度は、ね、早速これ外していこうと思います。こういう形で入ってますね。1つ2つ、そして3つはこっちからか、ここからね、これこっちか、こっちからです。でこれこっち置いといて、はい、今回のワイヤレスGOの2、この3つになります。ちゃんとねここにワイヤレスGO2ってね書いてあります。で早速ね今度はじゃあ電源入れてしまいましょうか、これまずねメインの受信機の方から、反対かな、これぐらいですね。ピントが来た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 、はい、これで電源が入りました。で残り2つもね入れてしまおうかな。はい、はい、1個2個ね両方、はい、電源が入りましたよ。で表示を見てみるとこんな感じ、まあ、ここでね反応してますけど、ちゃんとね2つ認識しているのが分かります。で今度ここもそうですね、1と2、この2つがちゃんと認識されているというのが出ておりますね。まずねボタンとか見ていきましょうかね。ここ見るとこれミュートマークがあって、こっちがねこの2つボタンです。こちら電源ボタンですね。でこれをねこちら側まず1回押すと、これ分かります、四角いの白いの出ましたよね。1を選んでます。その時に左側のミュートボタンを押すと、これミュートになります。ミュートマーク出てますね。でもう一回押すと、はい、ミュート解除で、今度2番、これでミュートで、ミュート解除で、もう一回押すと
何も選択してない状態、この状態でこれ押すと原因を変えていくことができます。そしてこっち、これのここのボタン、電源ボタンを押すとプチッと、分かります？これミュートになってるんですよ。この原因見てね、変化、はい、反応しないでしょ。でこっち反応してるでしょ。でこっち、ここ押すよ、はい、ミュートで戻すとまた反応してる。これが今回新しくなったところかなと思います。個人的にね、これ便利だなと今思ってるところですけどもね。そしてこれ両方を長押しすると、はい、分かります？先ほどまで1と2これ分かれて録音するとモード、ステレオモードでしたけれども、こうやって今度ねモノラルモードになります。2つのね音を一緒にという形になりますね。でもう一回長押しで、はい、分かります？分かれましたよね。これがね今回新しい機能かなと思います。前モデルでよく言われていたこのモフモフ、これがね外れやすい問題がありました。今回どうなってるかと言いましたら、ここ見てわかる？ねじるようになってます。前はねピタッとはめるだけ、今回はねじ込む形になってます。でここにもねちゃんと山が切ってあって、ここにね入るところがありますので、これとこれをこう合わせる、ねじる、はい。でもこれでね取れないです。うん、絶対取れない。で今度またグイッでポッと、でこれもう一回、あれ、はい、という形。これ全部ね変わってます。こちらも、はい、ねじるようになってますね。でこっちも、あ、これ関係ないわっていう形で、モフモフがね取れづらくなってます。これねやっぱり改良されておりますね。はい、じゃあ今度はマイクを交換して、2つのね新しいのと古いの、新旧のね1と2を比べていこうと思います。まあ見ての通りね、2つ、1個から2つに変わってます。見た目としては、まあ、ロードのこの文字が、まあ、ちょっと小さくなってるかな。うん、ちょっと文字が小さくなって2って入ってますね。大きさ的にはね基本的には変わっておりません。ここに2が入ってるね。でここ、この回すのに変わっております。うん、で今度本体の方ですね。はい、ちょっとごめんなさいね、こっち表示がね暗いんですけど、まあ見た目ね、この2つになっている。ここもね、上と下が違っておりますね。で、こっちは一緒。で、ここの違い。表示が変わっておりますね。ミュートが入っているので追加されております。で、こっちは2。で、こっちは一緒です。で、またもう一個の違いはね、これです。ちょっと開けちゃおうか。これ。これね正直ねどうかなと思うんですけど、これ初代の方、こっち2の方、まあ、ちょっとね、コンパクトになってるような気がしますが、これちょっと短いんじゃないかなと思いますね。こっちはねこう伸び縮みできるので、まあ、好き嫌い分かれると思いますけどね。うん、この変化があります。で今回のモデルでね、私がありがたいなと思ったのは、今までのモデルってパソコンにつなげるときね、こういうねイヤホンジャックからつなげるしか選択肢がなかったんですよね。ですからカメラ用とイヤホンジャック用2つね、こうケーブルが必要だったんです。これ同封されてないので別で購入したんですけど、で今回の2に関しては USB でねもうカメラとパソコンとね接続することが可能になっております。例えばねこれ今これ USB-C ですけれども、ここに挿しますと、もうここにほら接続の今一瞬出ましたね。で画面見ると認識されているのが分かります。ちょっとね画面の方に戻って移っていきましょうか。ここ見てください。
ね、左真ん中に、認識しているのが分かります。ちょっと抜きますよ。抜くと、はい、何もないですね。もう刺した瞬間にすぐ認識してくれます。で、初めて刺す時にはね、ファームウェアのアップデートがすぐ入ってきました。これ1個ずつね、ファームウェアのアップデートしないといけないので、これ注意しておいてください。で、これ全部終わってます。で、ここで、ライトのオンオフ、バックライトのオンオフで、原因が今までこういうね、ローとかミッドとかハイっていうね、こんだけしかなかったですけれども、こういう形でね、数値化してくれることも変わりますね。で、こちらの表示もそれに合わせて変わっていきます。トントンと、ちょっとね、小さくてごめんなさいね。で、これが、モノラルかステレオですね。こちらのソフトウェアからも変更できますし、ここ2つ押すことによっても変更されます。で、これがね、セーフティーチャンネルのオンオフ。で、これがですね、ここの本体の方のここのボタンの、操作の仕方で、一つはバックライト、もう一つはマーカーをつけるっていうこともできます。これで変更できますね。で、これバッテリーです。で、デバイスタイムっていうので操作できます。で、今回の新しい機能で、今度ここに本体にバックアップとして録画ができるという機能があるっていうのを説明で見た方、発表で見た方いらっしゃると思います。で、それどうするかっていうと、これ、こちらの方をブスッと刺すと、こうやって認識してくれます。はい、認識してくれました。で、ここの操作でそれをオンにするかオフにするか、そのバックアップ機能をオンにするかオフにするかっていうのを操作していきます。ここでオンにします。そうするとね、これオンの状態になりますね。で、これはね、ミュートロックボタン、うん、で、ここがクオリティです。で、もう片方の方も今ね、刺して見ていくと、まずね、これね、こっちもこうやって操作できます。こっちもオンで、こっちスタンダードとブロードキャストモード。ブロードキャストっていうと、圧縮してないようなので 7時間で、こっちだとスタンダードだと42時間、こんだけ差が出ます。で、このこっち見てもらえますかね。これね、実は昼間ね、試していたものなんですけども、こうやってこういう形で録音がもう入ってます。で、ここでエクスポートということで、MP3 とか WAV とかで、何 kHz 何ビットというのも選べますね。で、こういう形でもう保存ができるようになります。で、今ね、両方オンにしました。オンにするとどうなるかと言いましたら、わかります？両方ね、さっきなかったね、赤い点が現れてると思います。これ録音モードにしましたよっていう証ですね。これでこっちでは録音をされている状態になっております。で、このところから音を取り出すには、先ほど見たようにこれを挿していくと、パソコンの方で読み取ってくれて、ここにね、わかります？これ Today なので、これずっとオンにしとくと、ずっと撮り続けるんですよね。ですから、録音をしないという時には、1個ずつこれとこれをつなげる。で、そしてこのオン、これをオフにするということをしておかないと、ずっと音を撮り続けるということがありますね。今両方オフにしたら、はい、ここ赤い点なくなりましたよね、ということになります。新しい機能としてはだいたいこれぐらいかなと思いますね。まず簡単なね、開けてからの、基本的な操作、今そう紹介してみました。さあ、どうでしたでしょうか。簡単にね、開封して、違い、また少し操作方法をね、紹介させてもらいました。参考になりましたかね。うん、これがね、ワイヤレス GO 2であります。今まだね、これ3つここに手元にあります。今ね、録音しているのは、初代の方で録音しております。
でちょっとね個人的にまあ気になったこと、開けてみてしばらくね操作をいじってみたりとか、使ってみて気になったことをまとめましたら、まずねこう良くなった点ですね。良くなった点としましては、やはりこのミュートができる、これはね大きいと思います。特にね今回2つになりましたから、やはり片方の方が喋るときには片方の音を取りたくないということもあると思います。そういう時にねこのミュートボタンがしかも簡単にプチッと押すだけでミュートになるというのは大変ね、素晴らしいことではないかなと思います。そして、ウィンドジャマーですね、これがねやはり前のやつは取れやすかったので、今回はねちゃんと取りにくくなるように改良してある点、これはね本当に考えられてるなと思います。そして、これパソコンとやはり USB でつなぐことができるっていうのも個人的にはありがたいなと思います。今まではねやはりケーブルっていうのをねちゃんと別で用意してパソコンにつながないといけなかったんですけれども、今回みたいにこの USB-C だけでねつなぐことができるということになったのは大変使いやすいんじゃないかなと思いますね。映像を撮りながらまたパソコンのね会議などでもこれが使えるというのは大変ね有意義なことじゃないかなと思っております。最もいいなと思ったのはやはりこれだけでね録音をバックアップとしてしてくれてるという点ですよね。この点はね本当にいいと思います。皆さんもね経験ないですかね、カメラに挿すケーブルを緩く挿してる状態、カチッといかなくて、でそれでね撮れてなかったっていう経験ないですかね。私結構ね、あるんですよそういう経験、ですからそういう時にはね、このやはりこちらだけで撮ってくれてるバックアップというのがね大変役立つと思いますから、そういう意味で、初代から買い替えるという選択肢は大いにありかなということを思っております。ということで今回は、ワイヤレス GO2 の、開封、そして、少しね操作方法であったり初代との比較というものをさせていただきました。これからね、音質とかも見ていこうかなと思いますし、使っていく中でいろいろ気づいた点も共有させてもらおうと思いますので、ぜひ見ていただけたらと思います。参考になった方はねいいねボタンを押していただけたらと思いますし、何かねご質問ある方はコメント欄に書いていただけましたら検証してみたりとかさせていただこうと思いますので、何でもねコメント欄に寄せていただけたらと思っております。じゃあ今回はねこれで終わりにさせていただこうと思います。また次回の動画でお会いをいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。